はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。じゃあ、トケです。ミンゴル今日もやるよ。いっす。みんなミンゴル見てないかもしれないけど、ちゃんとミンゴルやっていくから、ね、ついてきて、うん、ぜひお願いします。はい、ということで、現在の私はですね、レベル14、ランク15になりました。おめでとうございます。これがどのぐらい高いのかはまあちょっとさておき、今はですね、このパワーっていうのをね、結構上げるように頑張っております。うん、なんでパワーを上げるか。いや、もうカズさんらしいというか、なんかもうゴリゴリっていうただそのまま。もっと別な言い方してよ。もっと別な表現ない？いや、教えてください。で、じゃあそれをね、今日は教える動画を撮っていこうと思います。はい。で、まあランクマッチもそうですし、このみんなでゴルフっていうのでもそうなんですけども、結構ね、最初のホール、見ていきましょう。この東京グランドゴルフガーデンって言うんですか、ここで、はい、まあまだね、ここのコースでみんな回ってる方が多いんですよ、そのみんなでゴルフでもね。はい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 。で、パワーを上げることによってパー5で2オンできる可能性が高くなるんですよ。おー。パー5で2オンってことはイーグルチャンスなんですよ。わかりますか？なるほど、はいはい。イーグルを取るとマイナス2、要は2アンダーいきなり取れるんですよ。はい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 。ということで、周りにいるお友達とかと一気に差が開ける。なるほどですね。うん。で、それがね、顕著に現れるのが、この東京グランドゴルフガーデンの3番ホールです。ここ。ここパー5で、まあ割とパー5なんだけど、なんていうの、距離の短いパー5なんですよ。はい。おー、フレンドランキング私1位です。イーグル4100ポイントじゃないですか。はい。で、ここで1回イーグルお見せいたします。いけるいける。で、1回で成功しないかもしれない。フレンドも結構いますね。もうまあでもまだ4人かな。ちょっと今後ね、フレンド申請とかフレンドの募集とかもしようかなと思ってます。そうですね。うん。で、まあホール見ていくとこうなんですよ。今自分が打ってるところがまあこの、ここですか、この左のトラ、はいはいはい、下のトラックのところで、上の矢印で指しているところが、ピンのあるところです。これ動画でやった時確か、うん、あの226ヤードって書いてあるところら辺に一発まで打ち込んで、うん、その後そこから木のところ、ま、そう、まっすぐ行って木に引っかかったんじゃなかったんですか。そうなんです。で、パワーがね、伸びると今253ヤードって書いてあるとこ分かる、はいはいはい、あそこに飛ばせるんですよ。おお。そこからだと2オンできるの。おお。なのでそれをお見せいたします。わ、これはでもすごい奇跡的な話だ。ここにポンじゃなくて、こっちなんですよ。こっちこっち。ここら辺に、ここ。で、今届かないじゃん。うん、なるほど、ね。これパワー使うと、ポンって伸びるんですよ。おー。ここら辺です。はいはいはい。で、一応転がるようにトップスピンかけます。はい。ここでいきます。引っ張って引っ張って、ここ集中ね。まあ、OK でしょ。いや、いいな、これは。まあ、OK でしょ。嘘でしょ、やばい、セミラフ。これね、もうちょいインパクト強けるとちゃんとあのフェアウェイ乗るんですよ。今ちょっと失敗ですね。でも風があるんじゃないですか、やっぱそこは。いや、これちょっと2オンできないかも。もう一回やらせて。 OK です。もう一回やらせて、見してください。なんか失敗した。え、でも風じゃないですか、やっぱ。いや、風0メートルなんだよ、ここ。ここがプロとかになってくるセミ、この今アマチュアでやってるんだけど、この次とかその次になると風とか出てくるんだけど、天候が雨になったりするんだけど、はいはい、一番最初のモードはないんですよ。本当ですか？天候ちゃんとやりました、これ。やろうか、じゃあ。はい、うん、風っていうのは基本的に絶対ありますからね。うん、一応右上を見ると風はゼロですね。ないね。無風ですね。無風です。もう一回、ちょっと次こそは決めるよ。もう一つギア、いや、もうこれがね、一番飛ぶやつなの。うん、そうなんだ。でも乗るんですよ。はいはいはい。よし、これでいきます。ちょっと次こそはいったんじゃないか。これ 100% 来た。いったかな、いったかな。ナイスショット。あ、余裕でいくわ。え、転がる転がる転がる。オッケー、乗った。乗った、フェアウェイです。これなんですよ。え、もうフェア、この後フェアウェイとセミラフじゃもう全然効く。あのね、芝の長さが変わってくるの。はい。だからしっかり打てなくなるんだよ、セミラフだと。もちろんラフだと毛が長くなるからしっかり打てなくなるし、ここに今さ 99% から 100% って書いてあるじゃん。はい。下の球を打つ、ここの下に。これっていうのが、まあ、どのぐらいのパーセントで綺麗に打てますかって意味なの。これが 60% とかになってくると、ほぼ半分の確率でミスになっちゃうみたいな。え、バンカーだともっと低いと。低い。
なるほどね。でちょっとね、ちょっと当たりそうなんで、この前の木にね、うん、ちょっとここら辺で、でバックスピンをかけて、うん、もうちょいここら辺耐えられるかな。で2オン目指します。でちょっと弱めにね。やべえ、ミスったかも。あでも、あいい感じじゃないですか。いやこれちょっとミスっちゃったな。5メートル。うんうん、まあまあまあ。でここはイーグルトライです。イーグルトライ、ほぼストレートなんだけど若干1個右にしようかな。大丈夫ですか、風計算してます。風ねえよ、グランダーだよ。それ、いやいらなかった。いや横にすんのいらなかった。無風でしたね。ちょっと待って、もう一回やらせて。無風傾斜ゼロっていうか3度目も3回もやる俺。まあでも3度目の正直、そういうことです。もしくは2度あることは3度ある。もう一回じゃあおさらいしますよ。まずこっちにしてパワーを全開です。これですね。でトップスピンです。でいきます。なんで今まあパワーを上げたりとかしてるんで、ここがね、おお、これいったな。やっぱりパワーをちょっとでも多くすればここにしっかりと乗せることができるんで、 OK、 やべい。まずはパワーを上げましょうっていう動画なんですよこれ。あーでもさっきより打ちやすいですね。さっきより打ちやすい、 OK。 おー、うん、さあ止まれ止まれ止まれ、うおー、いいですね、ウルトラショット、これはいったな。うん、いやー、でイーグル、ありがとうございます。でこうやってね、やっぱりこのホールでイーグルが取れると、みんなでゴルフをやった時に1個上の順位、うん、いけるんでこれで、うん、で1個上の順位で上がれば上がるほどコインがねしっかりもらえるようになるんで、ここはね皆さんイーグル取りましょう。うん、俺ここ6回ぐらい打った気がしますね。はい、ということでちょっと上がったかな、ランキング4300、さっきの4300だった、ちょっと忘れちゃったよ。まあでもこうやって上がるっていうことで、はいはい、まあ皆さんね、まずはこれですね、クローゼット、このパワー今244ぐらいなんですけど、まあ244あればイーグル狙えるよっていう、まあ、指標になるかなと思うんで、うん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 、まずはパワー上げていきましょう。上げ方としてはこういうところのね、ギアポイント、ギア P ですか、はい、を上げてパワーに変える、はいはい、だとか、あともう一個方法があって、ローディング中ですね、トレーニングです。トレーニングでこの育成ボード、ここにパワーボールをしっかりと入れる、これですね、これも一回一回作ってですね、パワーボールを入れていく、そういうことでパワー上がるので、うん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 、よりイーグルねチャンスが増えんじゃないかななんて思っています。これがさっきのあの一個クッて伸びたやつですか。パワーボール、そう、んさっき飛距離ちょっとグンって伸びたやつ。ああこれじゃない、これはね多分また別のやつ。ああれもね回数決まってるんですよ、みんなでゴルフやった時は1回しかまだ使えない。あ、そうなん、それもアイテムによって3つ持っていける場合もあるのよ。あ、うん、あそうなんだ。僕はねまだ1つなんですけど、そういうところをねやっぱりちょっとずつ強化して強くする。なるほど、うん、だイーグル狙えるところはイーグル取っていきましょう。うーん、そういうこと、はい、今回の動画はねちょっと攻略要素あった。まあでもすげえ勉強になりますね。なった、はい、よかったよかった。いや要は上のレベルに達するには、うん、まずパワーないとダメだよってことですよね。そう、はい、飛距離を飛ばさないと。でパー5の時は2オンできるかっていうのを計算しましょう。ああはいはいはい、はい、うん、ちょっと無理してでも2オンできる可能性があるんだったら狙っていい、うんうん、でもし2オンしたと狙ってて失敗してもバーディー狙えばいいんだから、一回例えばラフに入っても、うんうん、バーディー狙えばいいんだから、はいはいはい、はい、うん、1回は勝負、1回は狙って仕掛けるっていうことがきっと大事だと思います。はい、はい、まあね皆さんの参考になったかどうかわからないですけど、一緒にやっていきましょう。はい、はい、じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。